本日6月23日は、何の日かご存知でしょうか。私の前の前の弁士もずっとずっと訴えてまい、りましたが、この6月23日は先帝陛下、今の上皇陛下ですね、がおっしゃられる4つの忘れられない日のうちの一つである沖縄慰霊の日でございます。先の大戦、あの大東亜戦争か、沖縄戦というものはご存知の通り熾烈な戦いになったわけですね。島民の3分の1、いや4分の1と言われる方々がお亡くなりになってしまうような激しい米軍との攻防があったわけです。そこにおいてはですね、米軍は数々の戦争犯罪行為というものを犯してきていったわけですね。例えば民間人が逃げ込んでいるガマ、いわゆる洞窟みたいなものですね。そこに人がいるの分かってるんですよ、皆さん。人がいるの分かっててね、ガソリンを注ぎ込んで火炎放射器でね、焼き尽くすなどというような、アメリカでこんなような犯罪行為を行ってきたわけですね。とんでもない。アメリカは今に未だにね、この原爆投下、大空襲、また沖縄戦でのあまたの犯罪行為、何一つありませんよ。そしてもっとおかしなことはね、このようなアメリカのあからさまな戦争犯罪行為に対して今の我が国はね、謝罪の一つも求めないんですね。あの岸田とかいう今の我が国の、あの主張はね、このロシア、あのウクライナ侵略に対して、これはもう立派な犯罪行為だと言ってるわけです。いや、それはその通りだと思いますよ。で、そこまで言うんだったらね、なんでアメリカのことは言わないんでしょうか。もうアメリカにね、ケツの毛まで抜かれてしまったもういい証拠ですよ、皆さん。アメリカを勝手に親分だなどとね、決めちゃって、ね、アメリカの言うことなすことに対してね、何でもはい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 聞いてしまっている。しかし思い出してください、この沖縄戦での戦いにおいてはね、あの沖縄の県民、軍人じゃありませんよ、県民の人たちでさえね、もうあの鉄血勤労隊が何だというものを組織して、一日でも本土に対するアメリカの攻撃が長引くようにということで戦ってくれたわけですね。ひめゆり学徒看護隊ね、今では随分悲劇のヒーローかのようにね、